しめじ。しめじで開くんや。ここで。はい、出発です。お久しぶりです。どうもこんにちは、今日はですね、8月1日ということでスイスの建国記念日になります。ちょっとね、あいにくの天気なんですけど、今回はしめじくんと一緒ということで、目いっぱい楽しんでいきたいと思います。今日はね、ちょっと曇ってるけど、でもまだ見える。本当はここにユングフラウヨッホとか、そう、アイガーとかね、最大三大アルプスね、見えるんですけど、ちょっとだけ氷河がね、見えるね。前回もね、来たと思うんですけど、クライネシャイディクっていう駅から簡単なルートをね、歩いて楽しんでいきたいと思います。いいですか？レッツゴー、レッツゴー。なんかあそこのレストラン、新調されてる、あんなにすごくなかった。あ、そう。もう愛ちゃんは何回目？これね、もうそれ5回、6回ぐらい。なんか前回もそういう感じで言ってたな。うん、でもここがなんか結構好き。もう何回も来てるけど、やっぱり全然気分が違うね。山の上に来たら。うわ、風がきついな。ゆっくりやで。走ってるけど。楽しい。分かった分かった。あんま遠く行かへんで、一緒に歩くで。あら、うんちしたかった、ごめん。激車。あー、雨降ってきたで。出発してすぐ。いやー、せっかく来たけどな。まあ最悪山見ながらお茶でもしてね。分かった分かった、悲しいな、雨降ってきた、もう残念や言ってんやろあんた。ああ、どんどん行くね、坂道なんですけど。おお、お店入るの？ちょっとおしめじ帰んで。やめて、水落ちるやん。あかんあかんあかん。な、な、閉め。どうするこれ。ちょうどいい、ここに見てください。レストランありますけど。
始まって1分なんだいやだけど雨が降ってない景色を、あそこ氷河が見える、滝になってる滝、うん、ああ、お前溶けて水だな。一回雪崩も見たな、昔な、ガガーンって音がして。とりあえず十分ですよ、ここにいるだけでも。ちょっと待って、ハイキングは今まで何度もしたんで全部準備してきたんです。いや、この子ちょっといきなり家族会議始まったんですけどこの子がもう歩きたい歩きたい言ってるから、まあちょっと歩かして、ちょっと歩こうか、うん、ちょっとこっからはもうあれもレストランだし、ちょっとあそこまで行こうか、まず。うん、まあ最悪ちょっともうカメラがね壊れちゃうんで携帯に切り替えて、うん、カメラね、はい、ここ先ちょっとずっと歩きながら行きますか。うん、まあ雨なんですけど幸いこの子全然気にしてないみたいでどんどん行くやんこんなにちょっと楽しいの分かったからゆっくりやで。なんだかんだね、雨降りながらも晴れたりとかして、ほんまこっち晴れてるわ。だから逆にこんな天気やから観光客も少ないですね相変わらず彼が先導してたまにね、こっち振り返ってこっちやでって言ってくるんですけど、気付けて、あそこ下りやで、関係あらへんの。どうも言ってますね、しめじくの一人旅です分かった分かった、行くからそっち、しめじ、急にワイプタイム始まりました。いや、晴れてきたな、快晴です。逆に反対方向、いい感じで晴れてきたんですけど、この逆にね、ちょっとあまり暑すぎるとあのこの子の熱中症の心配も逆にあるっていうね、晴れてくれて嬉しいね、うん、だからこの辺でちょっともうね、道中部で折り返して、うん、駅の方にまた戻って、で晴れてうちにちょっとドローンでも飛ばしてね、楽しんでね、お昼ご飯食べるっていう形にしようか、うん、下から雲が出てきてる、見て、ぐん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 見える、ほんまや。じゃあ行こう、今の、ああ、じゃあこの辺で折り返します。はい、よし、
山の上から日本に電話する。すごい。愛ちゃんです。すごい時代ですよ。生中継です。まあいい時間なんでね、下のカフェでお茶して、まあ、下山するって感じにしていこうかなと思います。なんかね、ここがね、草に負けたみたいで。イラクサね、チクチクするやつ。すごいなんかもう赤く腫れちゃって、なんか、そしたら愛ちゃんが、なんかその、イラクサの周りに生えてる草でこうやってやると落ち着く、まあ、ちゃんと共存してる。すごいね、全然知らなかった。そんなの。あ、でもあ、すごい腫れが引いてる。マジでマジで引いてる。すげえ。でもどう感じは。お、全然違う全然違う。だって腫れてたもん。わあ、なくなってるんやけど。マジ冗談抜きで。すげえ。でこの草がこの、そう、周りに生えてる草。あ、このやられた草の隣に生えてるんだ。そう、面白いな、自然って、うん、なんかこれニラみたいな草だよね。あ、吐きそう。大丈夫よ、そこ。ドゥースモン、ドゥースモン。おお、ミツバチ。あらら、来た来た来た。あのバンブル手に止まってるんやけど。お尻が可愛い。なんかやっとる、なんか探しとるけど。あ、蜜がついてる足に。あ、ほんまや。まあ映ってへんと思うけど、蜜がついてる。うん、もうええで、あんた行きや。なんもないで、ここ。はい、ちゃうちゃう。なんかいい匂いがするのが、また帰ってきたけど。あ、前もここで撮影したの、記憶ある。撮影した、すごい昔に。はい、じゃあ一旦お疲れ様でした。ね、ありがとうございます。晴れました、よかったね。ねえ、最初ここ通った時はもうどうなるかことかと思ったけど、雷も鳴ってたし、本当ゴロゴロ。山の天気はどうなるか分かんないっていうことで持ち直して、ね、まあ、むしろ快晴っていう。そうそうそう。みんな雨でもトライしてみるといいかも。もちろんね、ん、危ないっていう時は言っちゃダメだけど。でも朝がね、まあ、結構晴れる可能性が高い、ね、午前中が絶対いいね。ほら見た、こうやっててほら映ってる。あ、ほんまや。ほら、これ、うん、スマホ飲むよ。今の NG で。これを注ぐ。俺も別にこれで生きてもいいけど。そのまま行くんやっていう。そうそう、飲んだらあかんでとかじゃなくて、そのまま行くんやっていう関西人ので今日は、ね、8月1日なんで、もうスイス各地で、ね、花火や8月1日やってるんで。8月1日はどっかしか1年に2日ぐらいしか花火あげちゃいけないんだよね、一般人がね。ああ、そうだね。花火はだから日本みたいに夏バーって遊べない。うん、そもそも売ってない。ちょっとしめじ君には花火怖いかもしれないけど、あとなんかあのスイスのカウベルをこう持ってガランガランガランって更新するやつ、ね、ああ今日の夜じゃん。あ、そうだね、うん、ビデオ作ったの。そういえばな、作った作った。あれ、あの時も結構雨降った後で雨上がったけど結構寒かったね。で子供たちが提灯持ってな。あ、そうそうそう、ホテルのすぐ前だからパッて見てパッて帰れる。泊まったホテル目の前もね。そう、あの通りや。じゃあもうちょっとゆっくりして、ね、できるだけね、あの山の上で山にとどまるね。そう、もう時間を気にせずに明日ゆっくりできるから。どうせ明日は山行かなくていいから。あれ、それは何？お尻フリフリしてるけど。頑張って待てしてや。待てしてへんけど。浴衣撮影おしまいもいいの？買ってもらったの？金魚の浴衣、はい。なんか金魚とかついてんね、ここに。手作りの。ね。はい、というわけで、後ろの方はなんかまだ撮影してますけど。なんだかんだでね、曇ってきてまた雨が降り始めるっていう、もう山の天気は本当わからないですね。というわけで、最後、まあ、駅の方に向かいます。電車に乗って一旦ホテルに帰ろうと思います。行くで。
あの後ですね、山下ってホテルに帰ったんですが、しめじくんとね、愛ちゃんはもうお疲れということで、ホテルで休んでもらってます。で、ね、今ちょっと音聞こえてると思うんですけど、あいにくのね、また雨なんですけど雨にも負けずっていう感じで、いやーすごい音でしたね。このろうそくは地元の人なんですかね。すごいいっぱい参加者がいますけど、今日もね、日本語もあちこちで聞こえてきて、 COVID 以降観光客が本当戻ってきたなっていう感じで、ちょっともう一旦ホテルの方に戻ります。でもしね、花火があればそっちの方もね、ちょっと撮影してって感じで、